はい、どうも料理のお姉さんリュウジでーす。イエイ。ということでですね、本日は私ですね、わざとらしく並べてあるんですけど、これですね、県民バーズご飯でですね、料理本を出しておりまして、これですね、47都道府県のですね、B 級グルメがもう目白押しっていうですね、非常に有用な本なんですけども、この中からですね、で今回ちょっとご当地グルメ、一つ私がめちゃめちゃ気に入ってるご当地レシピが一つあるんですけども、ちょっとねあんまりバズんなかったんですけど、これをちょっとやっていきたいと思います。はい、それでは材料説明いってみたいと思います。まずですね、白菜の浅漬けですね。これスーパーに売ってるもので構いません。ざく切りになってるものでも、丸のまま売ってるものをざく切りしたものでも構いません。こちらが 200g になります。はい、あとですね、こちらが卵、はい、L サイズ卵が2つですね。はい、まあL サイズじゃない M サイズでもいいです。はい、あとバターが 15g です。はい、バターの登場すげえな。はい、それではですね、早速調理の方に行きたいと思います。まずですね、今回はですね、スキレットを使います。そのまま、焼いたまんま食卓に提供する料理なので、スキレットを使っていきます。バターですね、これ15g、量は、ね、結構あります。これも大体中火ぐらい。でバターが大体溶けましたら、白菜、水気が結構あるので絞ったものですね。はい、こちらを入れていきます。まんべんなくね、炒めていきますね。もうすごい光景を、この白菜の漬物バターで炒めるんですね。大体2、3分中火で炒めていただければ大丈夫ですね。はい、焼いて、白菜の漬物の味を凝縮していきます。で、これを焼いてる間にですね、卵を溶いていきます。完全に溶いちゃって大丈夫です。ちょっとね、焦げ目がつくぐらいまで焼いちゃっても大丈夫ですね。白菜ステーキ、今回は、小さじ1弱ぐらいですね。ここでいいバター醤油の香りがしてきます。はい、ここでもう味をつけちゃいますね。そうしましたら、火を弱めます。弱火にしてしまいます。白菜を全部周りにまとめたらですね、溶いた卵を入れていきます。周りに流し入れていきます。周りは半熟のスクランブルエッグみたいにして、はい、そしたらですね、火を止めちゃいます。はい、これでもう結構半熟になりましたので、ね、はい、であとはですね、上に鰹節ですね、たっぷりかけてですね、はい、仕上げに小ネギをパラパラと振ります。はい、そうしましたら漬物ステーキの完成になります。ね、はい、それではですね、早速、実食してみたいと思います。まずね、これはもうものすごいおつまみになりますので、ビールで飲んでいきたいと思います。ここで周りがちょっとね、半熟に溶けかけているところ、半熟に固まりかけているところを、この真ん中の白菜とですね、一緒に召し上がってください。これ本当にうまいんですよ。これ味のソースあんまつかないですよね。なんですけど、もともと白菜の漬物が炒めて味を凝縮しているので、かなり味がついているような状態なんですけども、それをですね、バターと、塩の香りを加えて、で、極めつけの半熟の卵がこれを全て包み込んでくれてですね、すごく白菜の漬物なんですけども、まろやかな、食感になってます。どちらかというと、もう漬物感は結構なくなってますね。ちょっともう一口。でこれ本当にめちゃめちゃうまい。これ本当に僕推しなんですね。これ下手するとこの県民バズレシピの中で県民バズご飯の中で一番推してるメニューなんですけども、あんまりみんなやってくれないっていう。でちょっとお酒飲む。でですね、これは糖質も少ないんでね、ダイエット中の方のおつまみにものすごいおすすめになってます。これもう絶対やってほしいんです。特に酒飲みの皆さんは、ちょっと騙されたところでやっていただきたい。この漬物バターで炒めるってこの発想のすごさっていうので、ちょっとぜひ皆さんに、体験していただきたいなと。ちょっと
これもうちょっと飲みます。あ、まあ、本当だ。皆さんもぜひ、いや、これ本当にやってほしいです。よろしくお願いします。作ってみたいなと思った方は、ぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。